は頑張って取りたいなと思います。激戦に激戦を重ねて、すごかったですね。めっちゃいいイベントだったな。関西一のホストクラブネオユニバース、ハイレベルなキャストが多く在籍し、店舗売上は月間で1億以上。そんな人気店で入店1年未満のキャストが売上を競うイベントを開催、ニュージェネレーションカップ。まあ、基本的には未経験経験者、関係なく、入店1年未満の子たちは参加してるっていう、条件になってます。ニュージェネレーション、新しい時代を作り上げるホストをピックアップするっていうバトル型の勝負。2日間行われるイベント、初日となる B ブロックでは波乱が起きた。内勤からキャストへ転身したリンが B ブロックを制した。今回は注目の A ブロック、どんなスタープレイヤーが誕生するのか。まあ、今回の悲哀に満ちてるっていうのは、まあ、3人ぐらいちょっと当たるんですけど、まあ、1人はまずルキア。ルキアも最近本当に3月ぐらいかなで移籍してきて、まあ入店すぐのイベントなんですけど、すごい快くやるぞっていう感じだったんで、まあ、すごい気合入ってるのも見えましたし、で、まあ、ライト、まあ、ライトもすごい毎月勝負頑張ってる子でもありますし、うん、まあそのイベント関係、まあ、負けず嫌いっていうのもあるんで、しっかりそれがこうメキメキと出てるなっていうのもありましたね。で、今回、ハルル、以前密着出てるハルルもいてるんですけど、まあ、ハルルって普段こうあまりその感情出さないっていうところはあるんですけど、今回に関してはちょっとイベントに前向きというか、勝ちたいっていうところがちょっと見えてるんで、そこら辺はちょっと面白いかなとは思いますね。クールな性格だが、うちには熱い思いが宿っている。ハルル、中でもひときわ1位獲得を狙うホストがいた。一ノ瀬ライト。ネオユニバースは入って今、4ヶ月目ですね。いや、でも僕はもうバチバチ1位取る予定で、もう静岡の僕はレベルしか知らなかったんで、ホストのどんぐらいやるかみたいな。大阪はマジで分かんないんで、1位を頑張って取りたいなと思います。相席で静岡から大阪に来ました。静岡で、ホスト歴で言ったら2年ぐらいやってました。もう客層も全然ちゃうっすね、大阪とは。もう全然やっぱもう静岡は初回で来る女の子とかもホスト行ったことない子とか多かったんですけど、ネオユニバースで来る女の子はホストめっちゃ経験してる女の子ばっかやったので、結構そこは全然違いました、ね、静岡から移籍し大阪ミナミで自分の実力を試したいと意気込むライト。このイベントで優勝すれば、その実力は本物だ。入店してわずか3ヶ月、その実力を示せるか。そして
この男のテーブルにシャンパンコールが鳴り響く。一ノ瀬ナイトだ。オールコールありがとうございます。ネオでこうやってマイクさせてもらうの初めてなんで、めちゃちょっと何言ってんのかわからないんですけど、イベントでこうやって僕の顔を立たせてくれて、いつも姫には感謝してます。皆さんにいつもテキーラとか飲ましてて本当に申し訳ないんですけど、いつもみんな喜んでテキーラ飲んでくれて本当にありがとうございます。やっぱ静岡とはちゃうなって感じますね。やっぱ大阪のネオユニバースってすごいテンポやなと思ったんで、これからも輝けるように頑張りますので、姫もついてきてください。ありがとうございます。よーし、これを皮切りに高額オーダーが次々と乱れ飛ぶ。次回 A ブロックの優勝者が決まる。ルーキーの戦いとは思えない高額バトル。果たして勝者は。Make some fucking noise.